こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスに縄とか布を貼って絵を描いていこうと思います。それでメディウムなんかも使っていけたらと思っています。で、今日はちょっと自画像を描こうと思っています。学生の時はよく練習で自画像をたくさん描いたんですけど、もうここ10年以上自画像とかって描いてなくて、もうある程度の年齢になってからもう自分の顔なんか見たくないって感じなんですよね。でもそういう自分の自画像をちょっと描いてみたくなったので自画像を描くんですけど、今の作風は全然リアリスティックではないし、こういうボロボロなものをキャンバスに貼って今の自分の自画像を描いていこうと思います。定着剤のジェスを使ってここにいろいろ貼っていこうと思います。自分の顔を描かなきゃないので、ハサミで切ってこうやって貼るのかな。これ自分の顔っぽいな、これジェスこのまま直接さらしちゃおうかな。この麻の縄はすごくジェスを吸います。なのでたくさんジェスを使います。これをちょっとほどいてみましょう。ちょっとここにキャンバスを貼ってみようかな。ここにキャンバスをちょっと貼ってみます。つけすぎた。学生の時に何の授業か忘れましたけど、自画像は自分以上の見た目に描いちゃいけないんだって先生が言ったのを覚えています。例えばアーノルド・シュワルツネーカーとかゴリアテみたいに描いちゃいけないみたいな感じのことを言っていました。それを聞いた私はそれはそうだろうなって思って、理由は考えなかったんですけど、今となってはその先生が言ってた理由は知りたいなと思います。今の私はどう描こうが個人の自由だと思っています。ですが、自画像を自分以上、もしくはすごくかっこよく美しく描いてしまうっていうのはなんか恥ずかしいなと思うし、私がそれをやったら面白みのある絵にならないと思うし、人から嫌われる行為なのかもしれないなと思います。自画像で自分を素敵に描くのはなんか会話で自慢話をするような感じ、自分を自分以上みたいな感じで話すみたいな、そういう感じじゃないかなと思います。でも別にそれ個人の自由だからどう描こうが勝手だと私は思います。で、こんな感じで縄とか布を貼ったんですけど、なんかこれイケメンだなーって思って反省しています。どこがって感じですが、ちょっと描き足すのが楽しみになってきましたが、これ乾くの結構時間かかるんですよね。まあ乾くまで描き足せないので、このまま置いておこうと思います。24時間以上経ってるので、もう完璧に乾いています。なんかここが眉毛で鼻で、で、この髪型。そんでこれがシワですね。なんかそうすると自分の顔っぽいなと思うんですけど、なんかちょっとこれを逆さまにして描いてみようと思います。似てるかな。
自画像って言っても顔の見た目を似せて描くっていうこともできますし、その見た目っていうよりもその人の性格とかイメージとかそういうものをもっと理屈で形にした自画像っていうのもあると思うんですけど、今描いてるのはこんな感じで、なんか形的に似てるような似てないような、なんか自分のイメージとかよくわからないから、なんか描くたんびにいろんな形が見えてきて、どうするかちょっと今決められない状態でいます。まあでも描きながら考えて描いていこうと思います。なんかチラチラ数回見ただけなんですけど、一応鏡を見て描いています。なんかもうちょっと足していきたいんですけど、絵の具の色が混ざってきちゃうんで、ちょっと乾かしてから描こうと思います。相変わらず雨が降っていますが、続きを描いていこうと思います。せっかく縄とか布を貼り付けたのに、なんか絵が変にリアルになっています。このままそういう風な感じにしていくか、ちょっと変えていくか、ちょっと迷ってるんですけど、まあとにかく続きを書いていこうと思います。今度はちょっとコースパミスジェルというものを使ってみます。これはジェルメディウムに軽石の粉が混ざっているそうです。これを絵の具と混ぜていきます。なんか最近描かないようなスタイルで描いてみました。というかそうなってしまいました。なんか似てるような気もするんですが、ちょっと自分が好きじゃない自分の顔の特徴を強調して描いたので、ちょっと似てても嬉しくないかなって感じなんですが、たまにはこういうのもいいかなと思います。もともと私は平らな描きやすい状態で描くのが好きなんですけど、なんか最近キャンバスとか紙にちょっとなんか貼って何枚かの絵を描いています。描きやすいとか描きにくいじゃなくて、なんか貼ってで面白くなるように描いてるって感じですかね。このチャンネルではアート作りの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできたらと動画を作っています。よかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また動画が良かったと思った方はグッドボタンやコメントなどをいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。